皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はウクレレ弦のレビューをしてみたいと思います。これ GHS の H20 という、ソプラノコンサート用のレギュラーチューニング弦です。はい、この弦はですね、BJ が知る限りで一番太いんではないかなと。サバレスのソプラノコンサート用は太いですという話前にしたと思うんですけども、それよりも太くてハイテンションですね、張りが強いという感じなんですけども、それもそのはず、弦の太さがですね、1弦がコンマ026、2弦がコンマ033、3弦がコンマ035、4弦がコンマ0307ということで、これ調べてみますと、オルカスの、3弦が2弦についてるような感じです。で、オルカスの2弦が1弦についてるような、感じの、弦がものすごく太いです。その分骨太な太い音が出ますね。普通のウクレレ弾いてる人には太くてもしかしたら抑えきれないかもわかんないですね。ウクレレベースを弾いたり、普通のベース弾いたり、ギター弾いてる人からすると、それほど抑えづらくはないです。逆にしっかりして抑えられるので、普段ギターをメインに弾いてる方、ウクレレがこう弾くとちょっと柔らかすぎて弾きづらいわという方にはぴったりくるぐらいテンションは相当きついです。この弦は必ず弾き終わったら緩めることをお勧めします。そうしないとネックが曲がってきたりトップが落ちてきたりしますので、必ず緩めることをおすすめするぐらい、ただ音は太いですよね。音が太くてですね、非常に張りのある音で、丸い音ですね。どちらかというとカキーンってするフロロカーボンなんですけども、そのフロロカーボンのイメージされる、みんなカキーンキーンっていう感じの、どちらかというと金属に近いような張りのある音、ああいう音ではなく、張りは強いんですが割とウッディーなマイルドのこういう響きですね。だからギター並みに張りの強いウクレレがいいなという方はこの弦をおすすめします。 GHS の H の、20ということで、これテナー用もあるんですけども、テナー用は3弦が巻き弦になってます。はい、で太さは同じです。かなり太いですよね。はい、ですのでテナー用のものは巻き弦が嫌だなという方、太さ一緒ですので、これソプラノコンサート用を買っていただいてテナーに貼っていただくといいと思います。ちなみにこれはコンサートウクレレです。で、ここにたくさん巻いてありますけど、これほどいてみましょうか。ソプラノコンサート用の弦で2本取れるかと思ったら2本取れないぐらい、ほら微妙に2本取れる、もうあと5センチ長ければ2本分ぐらい取れるんですが、2本は取れないぐらいですが、こんだけ弦に余裕がありますので、テナーウクレレにも貼れます。はい、巻き弦が嫌なんだなっていうテナーウクレレ弾きの人は、これを貼っていただくといいと思うんですが、コンサートでこれだけ張りが強いのでテナーに貼ると相当張り強くなると思います。ここですね、ブリッジの部分がしっかりと接着されているもの、またはここにこれ白いのでこれ蓋してあるんですけど、これ外すと ネジがついてるんですね。ネジでブリッジを止めてるもの、そういうものでないと、しっかりとこのブリッジが接着されているものでないと飛ぶかもわかんないです。それぐらいテンションが強い、これ剥がれて飛ぶっていうことですよ。強い弦なので、注意して使用していただくのがいいと思います。ソプラノコンサートだとそれほどでもないと思うんですけど、同じ太さのものをテナーに貼るとやはり相当な張りの強さ、レギュラーチューニングにするには相当な張りの強さになります。はい、その辺を注意しながら貼っていただくといいかと思います。はい、 BJ のウクレレ講座、今回はこれです。 GHS の H20 の20という弦、ウクレレ史上最高に太いんではないかなというぐらい、の太さを
持っております弦のレビューをさせていただきました。また別の動画でお会いしましょう。あ、ちょっとちょこちょこ弾いただけでちゃんと弾いてないですよね。ということでした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今はまばたきももったいないと思う。いつもいつまででも